富み日常座像、富み常任から1299年4月21日は、鎌倉時代の下唄国の豪族、北家ケ州の僧。豪は、日常、女王寒院、今場国の出身、中山門流の祖師とされる。下唄国主五千橋の悲観で、下唄国八万僧は神谷に住んだ。1253年日蓮の北家宗義吉に帰依し、下唄における。 日蓮門下の有力な信者となった。その識字力の高さなどを見込まれて、関心本尊賞を、はじめ多くの著作や書状を日蓮から送られた。上司の部は、佐渡へ配慮された日蓮を援助した上、養子の日いただきを入門させて、北家行業の活動を支えた。1255年若宮の寺邸内に、北家堂を建立し、1274年に事号を、北家寺とした。 1282年日蓮の没後に出家して、日常統合した。晩年は日いただきとの間に圧力が生まれ、日蓮の異文の収集に努め、その目録を、上納む院本尊聖教寺としてまとめた。1545年、大田の利明が混流した、本明寺と北ッ寺が合併し、北ッ教寺となった。その門流は後に、中山門流と称される日蓮宗の中でも、 有力教団に発展する。なお、北家教授に残された日蓮の異文の中には千葉市関係の支配文書が含まれている。これは当時氏が貴重であったために日蓮が千葉市の行政官人であった上司の部より不要となった文書を譲り受けてその理念に執筆したからであると推定されている。ありがとうございます。